ついおしまい。
急げ、次が来るぞ。 旅の皇帝と日取り割りを称した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます、陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと。 まあ王子なんだろうけどさ、予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子、何？色々と言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。 知っての通り、頼りない息子だが、どうか
よろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドラッド、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。ダメだな、こいつが外の厳しさが。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。はあ、俺も喉渇いて死にそう。おい、起きろ。ほれ、頭き。つか、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい、せーの。
待ってたよ。どれが王子？はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっとしまった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるから、いろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。ヒグニス喜ぶな。あれ、いろんなの置いてるな。いらっしゃいませ。ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。へえ、辛いのかなこれ。うまそうだな。いらっしゃいませ。ここら辺のことなら聞いてくれ。何が知りたいんだ？気に入ったならまた来てくれ。あ、息子夫婦の事故があった時はこのまま。ノクト、あれ一緒に見ない？なんだ？ルナ・フレーナ様がルシス人になるの？全然ピンとこない。ねえ、テネブライはどうするんだろう。あんなぎ様がいないんじゃねえ。レスタルムまで出てもいいかもな。展望公園が。だるいな。そうだな。あれ、まだ整備中だよ。どうしたの？
悪いんだけど金貸してくれ。ん、なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。ここまで計算されていたとはな。せっかくだ、外のやり方に習うか。でも夜行っちゃダメだよ、死骸が出て危ないから。じいじには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。
まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。よし、次の地点へ向かおう。次はこいつらだね。ガンガン行こう。ノクト、気をつけろ。わかった。ほっ、なんだ。わかってる。てぇ、てりゃよっ。やっ、ノクト。はいよ、うまいこと言った な。お互いにな。問題ないか。心配いらねえぞ。はい、ブラッド。よし、やったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったら、ガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか、車の整備待ちしたら、ガーディナで船ね。こいつらで最後だ。気抜くなよ。ここまでだ。ロックはシフトブレイクして敵のガードを崩せ。と、ロックと、能力使いすぎてくたばるんじゃねえぞ。隠れて回復しろ。完璧だ。連携成功。うまく合わせろよ。見てろよ。どうだ、アウンの呼吸ってやつか。とどめだ。エルス指示。大したもんだぜ、ポンプト。一体誰を狙ってる？悪い。よし、やったな。よし、終わったな。あれ、電話。はい。シドニーだけど、胎児は順調？ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって。その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋、ああ、わかった。見てみる。
ニーから？なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？いや、すぐ近くの小屋にいるらしい。